放送作家の小山薫堂さんは自らを追い込むことでひらめくタイプだという大好きなサウナに入る時はアイデアが一つ浮かんだら褒美としてサウナから出ていいという決まりを課して構想を絞り出すこともある雑誌の取材に北海道帯広市にある友人宅のサウナ小屋での体験が最高だったと答えている ガガンガン炊いた薪の上に雪を乗せて蒸気を発生させる小屋の前には薄い氷の張った小川があり氷を割って寝そべると体中が冷水にさらされる地獄の冷たさが最高だったとかサウナブームが続いている加熱した石に水をかけて蒸気を出すフィンランド式のサウナは 心身の健康に良いとされユネスコの無形文化遺産になった電化製品卸しの県内企業はサウナの世界的メーカーの商品を扱い始めた一般住宅や別荘、宿泊施設などに売り込むという庄内町や山形市などでは自然の中でサウナを楽しんでもらい町おこしにつなげようとの動きもある サウナ業界はコロナ禍に翻弄され最近は落ち着いて盛り返しつつあったもののそこに新たなオミクロン株が出現した「差したる影響がないよう願わずにいられない」。